自家製キュウリと自家製トマト自家製エビ自家製エビ自家製エビやからな自家製エビっておかしいよね。自家製エビっておかしいよね。自家製バナナ、自家製パッションフルーツ、すごいじゃないですか。おとりあえず俺は全部食う。俺エビ残さず丸一匹食う。あ、丸ごといくんや、うん、あ、でもその方がええな。あ、でも丸ごといけるんじゃない。行くの何もないんだけど、そこに行ってテーブルに行って、めっちゃ豪華やったんだけど、料理はエビー。けどこれあれやね、シドニー、サンフラン、LAカンク、うんうん、裸の大将やんな。裸の大将ですよ。ちょ結構高いな、36ドルやって。オッケー。なんかいい感じのとこだね。うん、なんかね、これなんか何それ。え、もらなかったこれ。タカピじゃなくて、タカシじゃなくて、タカシじゃない、本当の名前マサタカ。僕たちは友達がいるって。すごいですね。はい、で、その友達のところを通る。それではですね、今私たちがいるところをちょっと見渡して、周りを見渡してみてください。どうでしょうか。なんかすごく今私たちゴロゴロしているところで出てきた。もしかしたら今建物の外にいるように感じているかもしれませんが、実はもう建物の内部やと思います。現在ですね、なぜこのように朽ち果ててしまっているのかと言いますと、今から31年前に起きてしまった電気系統による大火災によってですね、建物内部が全て焼き尽くされて、天井も崩れ落ちてしまったんです。ここもいきなり滝。それではですね、これから私たちこちらの階段降りていきたいと思います。この階段はホテが一番最初に運搬用通路として作った47段の階段となっております。一目惚れしてしまったんですね。またホテの夢を現実のものへと変える力の源となっておりますので、このパラメラパークの至るところから雨たちが見えるようにこのパークを設計してあります。ですので曲がっていく際にはぜひですね、滝が見せた場所になります。このチームに似てると、いろんな学者の好きなお客さんからよく言われます。こちらの道はラバーズレーンと言われている道になっております。この道ですね、恋人同士、夫婦同士が仲良く手をつないで歩けるように道幅を少し広めに作っているようになっておりますのでね。こういうのお客さん多いですか。多いですよ。うどんも置いてますよ。何ですね、卵を温めてるんですかね。せーの。おお、すげえ。この名前覚えてますか。香り。香り。そうです。ですので、こちらの道は香りアベニュー、香りの何気道という名前が付けられています。ホゼの夢に対する強い思いを象徴し、そして向こうの滝はホゼの夢やゴールを象徴すると言われております。ちょっとこちらで一回泊まりましょう。こちらの場所がそうなんです、メインのお城となっております。こちらのメインのお城は当時建築堂と言われていた場所で、すごく特別な場所だったんですね。お城の2階のバルコニーは当時オープンカフェになっております。綺麗なドレスを着てきた女性たちが紅茶を飲みながら、そうなんです、優雅な人たちが過ごしておりました。私、この優雅な人たちをより一層盛り上げているのが音楽だったんですが、音楽はあそこの隣の建物2階から主人公のアロマバンドが演奏されて、熱帯雨林の中に集中的な音楽が響いています。ですので、こちらの場所はパロネラパークの中でもメインの場所、特別な場所になります。
た。うくふぐうくふぐ。ヘビを山に返しに行っております。なかなかない体験だよね。ヘビを返してあげてください。こんにちは。こんにちは。顔が変と見えた。トグロ中申し訳ございません。行く前に一言いただけませんか。ヘビさんは森へと帰ってきました。ヘビの返却完了。ああ、そっか。ちょっとギター聴かせてみようか。撮ろうか、これビデオ。全く同時じゃねえけど。生まれたてやで、できたて。アンガルーパーとかに映るとそれに隠して車バン蹴ったりする。普通にメジャーダメージだし車。じゃファミリーやで。あれチックちっちゃいの。これさっきのあの。あでもさっきのよりは全然ちっ。揺れる。甘くなった。